はい、えー、皆さんこんにちはもみけんですえっ、ー、と今日はですねえっ、ー、とご覧の通りですねちょっと T シャツをね以前作ったんですけどまあネタでね今回も新しく作りましたで今回ちょっとね自分で作ったんでこれをね買ってみようと思います自分でね今作ったことあるんですけど買ったことなくてですねせっかく <laughs> ねこのゴールド T シャツにゴールドン で、裏にはね、えっと、1000万ゴールド、えー、職人とかね、書いてるんで、これをね、今からポチッと買っていこうと思います。はい。はい。えーではですね、この、ここかなさっきのとこから下に行って、ここかなサイズを選ぶんかなこれ何しようかな ?L、L かな L XL にしようかなまあ L でいっか。L で個数は、まあ そうですね。僕購入とあとプレゼント用一つしようかな <laughs>。あの、誰かにちょっとプレゼントしますね。で、カートに入れると。で、L で変更はないですか。で、4600円で決済ですね。代引きじゃないんで、これかな。で、あとは住所と、お 入れていくんですね。はい、じゃあ、これをね、今からちょっと入れていきたいと思います。はい、ではですね、今、えっと、情報打ち込んでですね、入金の情報打ち込んで、あの、支払い情報ですね、打ち込んだんで、送料がね、メール便安いやつで210円。で、2500円か、かかりました。これでね、到着楽しみにしてます。2つね、ちょっと買おうと思ったんですけど、サイズが僕 L 買うんですけど、ね、あの、 しょ、あの、プレゼントをする方が得るじゃない可能性が高いんで、決まってからね、サイズと住所聞いてそこにね、直接送るようにしたいと思います。これ来るの楽しみなんですけど、一週間ぐらいね、かかるかもしんないんで、また後日ね、これ作成したいと思います。じゃあ、えっ、ー、と、どんなもんか、えっ、ー、と、来たとこもね、えー、ご覧になってください。えっ、ー、と、こんなをね、 まあ、ネタですけどね、これは完全に。あの、こういうのもね、一個持つだけでドラクエファンがね、増えたらいいなと勝手に思ってます。ね、これパロディじゃねえかっつって、スクエニに言われてね、取り下げろって言われたら、あの、あどうぞどうぞっていう感じで取り下げますけど、まあね、ドラクエ盛り上げたいとね、思ってるんで、ユーザー同士でこうやって来て、まあ、オフ会でもね、行けば面白いかなと勝手に思ってます。はい、えー、ご視聴ありがとうございました。失礼しまーす。